ちょっと待って、はい、走るとこで。田中さん、目覚めた。山本太郎さん。はい、ようこそ。参議院議員の山本太郎さん、駆けつけてくれました。寒い中ですが、この辺野古まで来てもらいました。激励のご挨拶もらいましょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。参議院の野良犬、山本太郎でございます。よろしくお願いします。人間の尊厳を守るために24時間体制でここにずっと、ここでずっと座り込んで、そして声を上げている皆さんに敬意を表するとともに、ここの場に来るのが今日になってしまったことをお詫びさせてください。本当に申し訳ありませんでした。とにかく今日からが山場だと、ここを抑えなければどうにもならないと、ここ沖縄では、そして日本中で、そして世界中ではっきりしたことがある。それは何か。もうここ沖縄には新しい基地なんて作れないってことですよね。辺野古には基地を作らせないという名護市長が選ばれ、そしてどんな手法を使ってでも新基地は絶対に建設させないという知事が選ばれた。それだけじゃなく、全ての小選挙区で、沖縄の小選挙区で辺野古には基地を作らせないという議員が全ての小選挙区で勝利を収めた沖縄で、どうして辺野古に基地が作れるんですか。ありえないんですよ。民主的な手続きを踏んで辺野古には基地を作らせないという人々が選ばれた。この土地で何が何でも強行してでも基地を作らせようとする人がいるならば、それは独裁者と呼ぶんですよ。暴君と呼ぶんですよね、皆さん。何があっても絶対に作らせない。心を一つにして、全国の気持ちを一つにして、何が何でも辺野古には基地を作らせない。絶対に勝ち抜きましょう。そして、今日ここに僕が来た意味は、何が何でも不当逮捕をさせないという意味で、普段しないような議員らしい格好をしてきました。普段は忘れるような議員バッジも今日は絶対につけてきました。体を張って止めます。みんなで頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。よし、聞くことある国会議員が一人ぐらいいるもんだ。そう言ったら失礼だが、誰も姿を見せない。国会なんか何たるもんだ。言いたくなるところですけど、来てくれました。感謝しましょう。太郎さん、ありがとう。一緒に頑張ろう。頑張ろう。頑張ろう。よし、じゃあ太郎さん先頭。わーっしょい、わーっしょい、わーっしょい。新基地反対、止めたって止めよう、埋めたって止めよう。先頭、足止めさん、太郎さんと一緒。新基地止めよう、新基地止めよう。